はいどうも、関根サークルのマッチでーす。だよ。今日の曲は反対線なら七中入試も上で解けるだろうということで、七中入試を解いていきます。イエイ。このシリーズだと言うと、クイズノックさんが結構やってますよね。彼らはちゃんと一問一問ちゃんと解いて解説までしてる。おー、あーなるほどね。俺らは解くだけや解いて己の力を誇示するだけだ俺らは七中に合格できればそれでいいから。あー待ってくれるじゃん、全然ないからね。ということで早速問題を解いていく。解くにあたってですね、机で解く人と寝っ転がって解く人とソファーに座って解く人を分けたいと思います。なんでなんで苦行じゃあいせので2、いせので1。しゃいいよ。はい、位置についてよーいスタート。てっ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 てて。まず一人10分ぐらいかこう。それはあれです。終了です。皆さん手を挙げなさい。これはしんどいわ。あ、きつい。大門号さん全部わからんって話してる。わかります。今度はわからんやろ。そこまで言ってないから。ちょっと見て見て。あーやばすぎ。うまっ。いや、キュッキュッ。俺はギャレってやる。全部犬が入ってる。なんだ全部犬入ってますねって言ったら見てみてくれんな。やば。ちなみに7も全然わからんって話してる。やば、やばなんだ。7やばすぎやろこれ。俺1個言いたすぎるのちょっとできたから言っていい？はい。1番なんやけど、はい、発電って入れるとするやん。はい。で、X でこの目ってのを選ぶやん。はい。すると A、X で電眼ってできるって話。引いたすぎた。引いたすぎた。ひろー。わからん。わからん。わからん。じゃあ、正解です。1番、答えは8です。オッケー。なるほど。タツさん、これどうやってきました？部分水分解なんですよ。正解です。部分水分解なんですよ、これ。じゃあ、数分しよう。減量しすぎる。25と、やった。4と7分の50って。お、うっしゃ。やった。やった。ミスト250やった、こっち。やばい。ってことは、これ単純に6分の5にすればいい。ってことは、これかける6分の5にしたら25です。こっちでかける6分の5にしたら47分の50やこれで落ちたら泣けますね。泣けるなって。じゃあ皆さん点数どんなもんですか、数学終わったので。ね、100点中ね、41点はは、は37点で、自分がまあクイズノックのおかげで50点と50点。そう、ここまで88点だろう。88。俺92かな。センター試験でね。絶対無理だね。はい、1。はい。端のおかげで1を得られる。おっしゃー。おっしゃー。しゃー、順調順調。調子いい。問題の運ゲー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 。え、お、い、あ、う、か。おー、俺4つあった。俺も4つあった。なるほど。3つっすか。渋いな。渋いっすね。さあ、犬の留守狙いで小屋へカンガラス。犬がいないから小屋にカラス入ってきて、犬がいないところに飼い主がスッと角が出てきて、おいだから渋すぎる。夜っていうことは周りが見えないってことやから、その分耳がよく聞こえるってことやから、それで虫の声っていう。あおぉ、解説だ。解説っぽい。低い。そうか、そうか。まあ、俺だからね。114点。あと、15点ぐらい。121点。130点。おぉ、合格。合格やん。おめでとうございます。夏休み中です。
算数がね、やばい。1問目からブルブル数分解ですか。やってるから。てか自分の合格は明らかにクイズノックの数学の2問があるっていうことを。別年度でやるじゃん。別年度でもう1回ですか。いけ、もういけ。